ソ高校を出て、とりあえず崇城大学っていうところの工学部で、まあ、4年間ちょっと勉強をしてですね、でちょっと就職先はちょっと名古屋に行こうかなとか思ってたんですけど、まあ、ちょっと狭き門っていうところでちょっと失敗しまして、市内の方でまたちょっと鉄工場の検査官を、まあ、3年間ほどちょっと働いてました。あとは、まあ、その後伊藤商事で働くようになって今現在ですね、2年3年目です。今現状は、4人で、経営をしてます、で営業が3人、はい、まあ、社長含めて3人でコピー機の販売と、あとは文具関連の卸しを行って、まあ、昔から取引があるお客さんのところに営業したりとかしてます。義理の弟がいるんですけど、はい、そっちが先に就職したんですね、伊藤商事の方に。で、まあ、伊藤商事も年、うちの社長とか結構年がいってる人ばっかりだったんで、ゆくゆくはもう潰す、まあ、やめようかっていう話になってたんですけど、まあ、義理の弟が入ってきて働き始めたんで、じゃあ、まだ続けないといけないなっていうので、まあ、それで自分がまあ長男なんで、ちょっとやってみらんかっていうので話があって、それでじゃあちょっとやってみようかなと思ってですね、やっぱり伊藤商事とやり取りしててよかったっていうのが言われるとやっぱ嬉しいですね、はい。まあ、身内経営にはなるんで、まあ言いたいことを言えるっていうとこはありますね、やっぱり。今までが自分がその別の組織で働いてたんで、まあ、鉄工所の時は縦社会みたいなのが結構職人気質の人とかも多かったんでですね、そういうとこでは隔たりが結構あったのかなと今はたまに思います。そういうのがなく、まあ、言いたいことを言えるっていうのですね。営業っていうので自分がまあ口下手なとこもあるんでできるのかなっていうのはありましたね、最初は。と人人間相手の商売なんで、そういうところでは不安はありました。こうなんか親しみやすい人柄の人とかも結構多いんでですね、やっぱそういうとこは阿蘇特有かなっていうのもありましたね、最初は。やっぱ昔からお世話になってるお客さんとかは、そうですね、いろいろアドバイス逆にもらったりとか、もう説教ではないですけど、こういう時はこういうふうにせんといかんよとかですね、やっぱそういうところでいろいろ勉強させてもらってますね。今はやっぱイベントごととかがあった時には全部一応出て手伝いとかはやってますね。やっぱり一人一人と喋っていくと、やっぱり、まあ、そうでもないかなと、すぐ打ち解け合ったりとかもできるしですね、いろんな人が働いてる、参加してるっていうことなんで、一応まあいろんな考え方とかやり方が身につくかなというのはありますね。ちょっと営業をしやすくなってるかなっていうのもたまにあります。あ、その人は結構優しい人が多いと思うんで、まあ、何でも接客業とか営業でもあまり考えずにやっていったらいいんじゃないかなというのは思います。まあそうですね、ちょっと不安になるときは案ずるが生むが優しいと考えるより行動した方が早い時もありますので、何でしょうか。ポズツです。どうしてその言葉になったんですか。まあその
鉄工所時代の時もやっぱり仕事終わりに資格の勉強とかしてたとか時期もあったんで、そういうのもやっぱり積み重ねで難しい資格とかも取れたと思ってます。で、やっぱそういうのは今の仕事でもやっぱりお客さんと最初は仲良くなるっていうところから少しずつ商談に実っていけばな。